庄屋梅酒の豆知識。梅酒にあの消費期限は管理人が初めからいらっしゃいます。どうも管理人の近藤です。よろしくお願いします、はい、どんな企画をするのかと言いますと、本日の企画は意外と知らない庄屋梅酒の豆知識。本日はあのお客様からよくいただくご質問をですね、いくつかご紹介してお答えしていきたいと思いますので、皆様楽しみにご視聴ください。どんな製品が質問が多いんですか？そうですね、いくつかあるんですけれども、本日はですね、こちらの至極の梅という商品になるんですけれども、この至極の梅以外にもですね、このいわゆる筒型の瓶の商品がいくつかあるんですけれども、この筒型瓶の豆知識、お客様からよくいただくご質問についてお答えしていきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。まず一つ目はですね、こちらの製品の開け方からご紹介していきたいと思います。はい、意外とですね、こちらの商品どうやって開けたらいいのかっていうご質問をいただくんですけれども、こちらキャップシールビリビリと剥がしていただいて取ると、ここまでは多分大丈夫だと思います。でよくあるのがですね、これ開けたらですね、こういった注ぎ口があるんで、このまま注げると思われがちなんですが、実は注げません。というわけで、この白いキャップをまず開けていただきます。でこちらの方のアルミを外していくんですけれども、詳しい開き方がですね、ちょっと細かいんですけど、こちらの方に載ってますんで、これをよく見て開けていただきたいと思います。でですね、よくあるのがこのプルタブをこのままギュッと引っ張る方がいらっしゃるんですけれども、まずこうグッと引っ張るんじゃなくてですね、こう瓶の手前にこう引っ張っていただく。でそのまま垂直に真上に開けていただくと、こんな感じでうまく取れますので、こちらの方でアルミキャップを取っていただいて、再度この白い線を締めていただくと。であとはですね、こちらの、口の方から注いでいただくと。こちらの商品のですね、開き方になります。続きまして2つ目の豆知識なんですけれども、こちら梅の実が入っている商品になるんですけれども、この梅の実よくどうやって取り出すんですかっていうご質問をいただくんですけれども、こちらですね、菜箸とか箸で取り出される方がいらっしゃるんですけれども、やっぱりこう取り出しにくいっていうお声があるんですが、一番取り出しやすい方法がですね、柄の長いこういったスプーンがあるんですけれども、こういったスプーンを使って取り出していただくと非常に取り出しやすいと思いますので、ぜひ皆さんお試しください。というわけで早速取り出していきたいと思います。はい、こんな感じです。では3つ目ですね、こちら取り出した梅の食べ方、よくご質問いただくんですけれども、調理飯はですね、こちらの取り出した梅の実はですね、そのまま食べていただくのを一番、お勧めしております。で他にもですね、こちらの梅をこう刻んでヨーグルトにちょっと入れていただいたりとか、すりつぶしてカレーに混ぜていただいたりとか、用途としてはいろいろあるんですけれども、よければ皆さんお試しください。カレーに混ぜるんですね。隠し味です。もちろんあのお酒が入ってるんで、お子様にはあのおすすめできないんですけれども、大人のデザートみたいな感じでこちらの梅の実をこう乗せていただくとかですね、そういった食べ方もありますので、ぜひお試しください。こちらの全て製品を飲んでいただいた後、梅の実も食べていただいた後ですね、空き瓶どうしたらいいんだっていうご質問あるんですけれども、こちらですね、これからの季節だとそうめんの他に使っていただいたりですね、あとはよく洗っていただいてですね、中にこう麦茶とかお茶とか入れていただいて、冷蔵庫のポケットに保存していただくであるとか、こういった再利用の方法もありますので、ぜひお試しいただければと思います。最近の SDGs の取り組みにも載ってますね。そうですね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。視聴者の皆さんもぜひ参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。ちょうやー。